カメラ、カメラを例えばこれをオリンパスの2本でやったらなんか変なことになっちゃった。はい、ということでやれば今度次からのプリセットっていうのを登録して、こうオリジナルサイトを私こっち2本で応援できたりとか、こう切ってやれば一発でいい。すごく、なんかこっちを触ったら動くのかな。今重なるじゃないですか。だからハイライトを 100% にするってことはハイライトが効かないってことですね。 500% かけてもフリンジ出ない、ハイライトゼロにしてるから。ブラシってのも結構あって、いやでもアンスタンスで楽しそう。でこうやってちょっとかすれた古い写真を撮ってみて、この表現としていい。日陰が満遍ではないんですね。こんな風に溶けが3、4本になってます。そこまでわかる、はい、おー全然違うこれ面白い。北窓だからこれですよ、ちょうど北窓になります。北窓コンサートですね。そういうものなんです。入力と出力が同じところなんですが、相対的ってこの辺りまで入力と出力全く同じです。でも最後のところでヒントに、実はマット紙とか和紙使うときに一つの重要なポイントになっています。あといっぱいいっぱい使った絵はしんどいです、正直。一般の和紙っていうのは素面と活面があります。素面っていうのは粗いですね。活面が作りました。磯和紙の、いうのトーンカーブ、18でしました。こんなトーンカーブを入れて、磯和紙よりの時に、ちょうどよくなるように、ちょこちょこと調整したトーンカーブになります。これ、わずかでも少し解消差があるんですよ。わずかですね。これを生かさない手はないんです。これ外したらこうなるんですよ。下がまったりあってペタッとなって、その角度にこうシューとなります。アイアンのプロファイルとカラーモンキープロファイルの違いは何という話でしょう。いわゆるアイアンプロと同じものだと思ってください。それも線パッチで作ったものと、点点が同じ紙を使ってカラーモンキーで作ったものです。100パッチです。おで写真撮ってみると、マゼンダに転んでもグリーンに転んでも気持ちが悪いんです、うん、特にモノクロポイントされた方とってもこれ悩まされるんですね。カラーモンキーが100パッチやってるポイントはここなんですよ。全部シワをここに持ってきてる、まあ、ここにおられるメンバーはカラーモンキーのこの部分で絵をどういうふうに記入するかっていうことだと思いますね、うん、ではちょっと話を変えましょう。モノクロモードに入ります。ちょっとディープな話。エプソンさんはその紙地を前提に、さっきも言った通り、真っ黒のところから真っ白のところまで直線に結ぼうとするんですね。2つ目、インクの突出量です。インクを吐く量は、実はベルベットファインアートペーパーが一番たくさん吹きます。これがモノクロモードの、欠点1。こんな風に、必ずしも A スターがニュートラルを担保してくれない。大きく変化したんですね。ここはニュートラルなんですが、途中ずっとマゼンタに増えて、また紙状態に戻りますね。つまり中間調がマゼンタっぽいんです、うん、それもモノクロモードです、これがオットマット紙顔料専用、そして、そして画材用紙で、レゼットウルトラスモード、うん、ここで気をつけな注目するべきポイントは、まずマゼンタグリーンに触れてるかどうか、その揺れ幅が気になるかどうかっていうことと、あとですね、一番黒のインクの濃いところで破綻をしてるかどうか、つまり飽和してるとかべったり潰れてるとか。ここで言うとですね、このこういうところです。こういうところ、こういうところのトーンの潰れ方を見るんです。色を吹いて多分この色出してるってことですか。そうです。もともとそういう紙を想定してるので、それを別の紙に持っていった結果、たまたまこう。すごいな、すごいな。同じ紙でこれだけ比較してみたらちょっと初めてなんで。すごいな、それ並べてみる。トリノ3セットあるんですよ、これ。素晴らしい。今年の選択でハイライトがこれだけ違うっていうのはちょっと僕は今まで認識なかったですね、うん、一つの作品作り上げるにはね、もうその紙を、ね、使いこなすっていうね、うん、で紙決めたらまずこれやってみる。いやでもこれすごい参考になりますね。これ参考になりやすい、機械が正しいってやっちゃうとこうなっちゃうってことね。まあ言うそうですね、うん、
だけど難しいですね。で見たものからつながりはいいんだけども、モノクロモードはね、でも色のその忠実さから言うと、ぎくしゃくしながらもプロファイルって揃えてくれるんですっていうことです。どっちを取る感じなんですか、うん、この中の映り込んでるから違うね、はい、すごいな、はい、これが、インドのケース。じゃあ今度、伊勢橋の来た、ね、これは面白い。実はハイライトがあって中間調のコントロールで明るく見えたり暗く見えたりですので、でそこでそこのそういう特性を理解した上で階調幅が狭くてもコントラストを強く見せるっていうレタッチをできるんです。こうしたって何千パッチしたって揺れるんです。吉田先生なんて4千パッチで上がっても揺れるって言ってんだから。じゃあモノクロモードはあったんですが、さっき言った冒頭申し上げたような、あれですね、構成設定は効かないんです。これですよね。モノクロモードで仕上げたいっていうときどうするか、結論から言うと X ライトの ICC プロファイルを比較的相対的に測ってですね、出力して重ね合わせみたら、明度とかコントラストとかシャドウ領域階調とかハイライト領域階調とか最高モードとか、あとこんなカラーホイールがあって白地に感度効果があったりとかいろいろあるんですけど、これを触ったらどうなるかって見たことありますか。まあ、あれだけですね、色だけですね。色はね、そのありますね。で、全部測ってみました。で、まず、デフォルトはですね、こういうものつまり、フォトショップのトーンカーブが分かんない人が、こういうことをやると、それなりに調整ができる。ここのところに、かぶり効果を与えるというのが、さっきの色かぶり違いです。まあ、今日の話は以上です。お腹いっぱいになりましたか。いやー、面白かった。素晴らしいです。